たちですね。ヒロヤくん、こっちがどっち？こっちがボカルの方になる。シャメシャメシャメ。もうめっちゃ撮りますね、皆さん。どんどん撮ってください。え、いいの？どうぞどうぞ。あ、すごい。すごい。ヒロヤくん、待ってたよ。おはようございます。嬉しい。ウェルカム大阪。1年ぶりです。Hello, Osaka. こんにちは。やってきました。まだサウンドチェックです。
しょうか。今ピースしたら、南ホイールようこそお越しくださいました。うわ、すごいたくさんの方に集まっていただいておりますね。プレイステーションミュージックプレゼンツ南ホイール2016オープニングフラッシュ、ようこそお越しくださいました。この時間も MC は FM802 DJ 平野聡が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。先ほどお昼12時の回にみゆさんを迎えてね、ここでフリーライブ行ったんですよ。でその時に、せっかく皆さん来ていただいたんで、なんか思い出に残ったらいいなみたいな、ちょっと記念になったらいいなと思って、写真撮ってもらっていいですよみたいな感じで皆さん結構上げていただいたんですけど、その時のハッシュタグみなほっていうのと平野さん意外といいみたいな感じでつけてねって言ったら、結構大半の方がやってくれたんですけど、中にはですね、ハッシュタグ出たがり、もしくはハッシュタグ強制っていうね、別に強制はしてないからね、ちょっとそこだけは皆さんにはですね、ちょっとお間違いないようにしていただきたいなというふうに思うんですが、さあこのフリーライブですけども、もう毎年恒例となっておりまして、南ホイール本編前に皆さんにまず一足先に楽しんでいただくという、そんな時間となります。先ほどはみゆさん登場となりましたが、この時間は2組目です。大崎ひろやさん登場ということになります。ではですね、簡単にプロフィールご紹介させていただきます。27歳のシンガーソングライターです。2歳の頃お父さんである尾崎豊さんが亡くなり、15歳まで10年間ボストンで過ごされました。その後音楽活動をスタートさせ、昨年のこの FM802 南ホイールで初ライブを披露、そして先月9月5日に初めての音源始まりの街を配信リリースということになりました。さあそしてですね、皆さんもすでにたくさんのスマホだったりカメラ構えてらっしゃる方いらっしゃいますが、ただいまの時間、この後写真撮影 OK です。なのでですね、皆さん撮っていただいたその暁には、暁にはっていうのもおかしいけども、 Twitter とか Facebook とかインスタとかやっていらっしゃるという方はね、ハッシュタグいきますよ、ハッシュタグに FM802 もしくはハッシュタグカタカナで3文字みなほ、もしくはアルファベットで MW16、こちらをつけてですね、皆さんにつぶやいていただけたらというふうに思います。それでは大きな拍手をお迎えください。プレイステーションミュージックプレゼンツ南ホイール2016オープニングフラッシュ、続いてのアーティストは尾崎ひろや。おかえり。
みんな暑くないですか、大丈夫ですか。暑いよね。いやでも今日晴れてよかった。東京から来ました。今日は1年ぶりにやってきた。誰もが明日に向かって生きている。
僕は街に飲まれて少し心を許しながらこの冷たい街の風に歌い続けてる。初めて僕を見る人ってどれぐらいいます？あ、結構いらっしゃいますね。むしろなんで知ったんですか、僕のこと。逆に知りたいですけどね。あの、テレビ見たって人はどういう？あ、マジですか？あ、どれですか？音楽の日。あ、M ステ。あ、あ、まあ、どっこいどっこいですね。これからも、まあ、まだまだ1曲しか世の中に出せないんで、ぼちぼち、そうですね、制作をして、みんなに早く届けられればなと思ってます。で、この曲はですね、新宿っていう街があるんですよ、東京に。東京の新宿を歩いてた時に、なんかこう、血管とかをこう顕微鏡で見ると、なんか、まあ、動脈あるじゃないですか。その流れが、なんか人のこの、流れてるこの景色が、なんか動脈に見えたんですよね、その人の動脈と。で、新宿の動脈って言われてるんですけど、なんかそういう行き交う人みたいな。で、まあ、流れる風のような曲なんですけど、僕の中のボブ・ディランが急に目覚めて入った曲です。聴いてください。拍手なんかもらえると嬉しいんですけどね。難しいな。早い。これ俺追いつけないわ。ありがとうございます。素晴らしいです。共同作業ですね。暖かな部屋で家族の声が聞こえてくる。でもまだ何かが分からないんだ。自分の幸せをまずは守らなければ人に与えることはできないなら、戸惑う通り過ぎて動脈で流れる風のようね。空を見上げるのだろう。僕らの世代が社会を引っ張っていくっていうのに守りたい小さいものが
大きくなってんだ。どうでもいいわけじゃないんだ。でも何かできるというの。僕はずっと待っているんだ。この世界が終わるのを。東京新宿の動脈で流れる風のようにね。東京新宿の動脈で流れる風のようにね。ありがとうございます。ヤッホまあ今の曲はちょっとボブ・ディランともそのフォークっていうことに対して僕なりの解釈をしたんですけど、なんかこうメッセージ性、まあ、こうしようとかっていう曲ってフォークの中に多いんですけど、現代のフォークってなんだろうなと思った時に、なんかこうあんま強くこっち行こうよっていう感じに言わないかなと思って、でも今この中の多分みんなの真実ってこう世界変わるの待ってるんだけど、それ願ってるんだけど、ちょっと、待ち続けて、誰かみんな一緒に変えたいんだけど、誰かそれを言おうよっていうのを待ってるような気がして、で、そうしてるうちに気づいたら自分のやっぱ大切な家族とか、まあ、隣の人だったり大切なものっていうのが増えていく中で、なんか大きなものっていうものが戻れなくなっちゃってるんじゃないかなっていうことを、まあ誰が悪いとかでもなくいいでもなくこのまま歌った感じです。で、次の曲は実は802 の、 ラジオでも去年すごい流してもらった曲で With You って曲なんですけど、聞いたことある人っています？あ、結構いらっしゃいますね。すごいですね。時代の先端を行ってますよ。これはまだ出してないですからね。ラブソングです。二人ぼっちの街に出かけよう。無限の色がある場所に寄り添う二人のわけなど、愛に焦がれた人並みの中に紛れるから、突然の雨に濡れて気にはしないだろう。手を引いて口づけた溢れる思いを今すぐ伝えたいんだ。ねえ、君が好きさ、変わらぬ想いを君に誓うよ。今だけは
くなっても探し続けていたい君と。皆さん、元気ですか？立ち見大変ですね。ぜひ、またライブに来てください。大阪は絶対また来たいんですよ。本当大好きで、この街が。覚えてますよ、前もルイドに来てる。私も行った。あ、今も、もちろん写真撮ってるんでね、分かりやすいですよ。そうなんですよ、本当はここも写真撮りたかったんですけど、最近 iPhone7 に変えたんですよ。予約開始5分で予約してたからすぐ撮れたんですけど、早速落としまして、落としたらカメラだけ、傷何もないんですよ、でもカメラだけ起動しなくなったんです。写真好きなのにちょっと残念だな。だからすいません、ちょっと撮れない。あ、でも iPad がある。あ、めっちゃ嬉しい。やったー、やっと。便利な時代ですね、本当にもう。そう、あれなんですよ、インスタグラムっていうのをやってて、そこにぼちぼち写真を上げてたりとか、あとホームページにもね、まあ今後の情報とか、あとはなんだろう、情報とかこういう写真とかも全部アクセスするので、ぜひ見てください。この曲は唯一配信してる曲なんですけど、アコースティックであんまり聞いたことない人が多いんじゃないかな。でもギター作ったんで、ぜひ聴いてください。最近アレンジを変えました。預かったまま、でも季節が過ぎていくほど忘れてしまうものさ。どこか寂しくて遠い面影で抱きしめたくなるけど、僕は幸せさ。これまでもあなたの笑顔を照らすよ。導かれるままに二人は生きているのさ。ふと振り返るとあなたがいるの。夏の芝生の上で走ってたの頃、気がつけばたくさんの人に支えられていたのさ。一人
じゃなかった幸せの形は変わってこのまま愛の奇跡は消えることない誇り高く生きてどんな願いでも叶えてほしいのさ僕は幸せさ今でもこれからもあなたの花を照らして導かれるまま二人は生きてるあなたは幸せを求めてるよこれからも信じるものを愛することあなたは知っているから いつでも幸せさあなたがいるから遠い空から守っているきっとありがとうございました。また会いましょう。さあ、それでは素晴らしいライブを披露していただきました小田切さんに今一度大きな拍手をお送りください。あれですね、ではやはり皆さん、この拍手はヒーローや小田切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 ヒーローや今、本人に確認したらあともう一曲いきましょう。すごいね。じゃあ皆さん、じゃあもう一回ね、ここでお呼びしますんで、さっきよりも2割増し、もしくは5割増しぐらいの大きな拍手でお迎えください。ではプラスさん、アンコール1曲いきましょう。尾崎平さんです。お願いします。おかえり。嬉しかった。どうしようかな。せっかく、お、なんだ、おさきだ。これルーパーって言うんですけど、こう、まあ、リハ見てた人は分かると思うんですけど、声とかギターとかこれ繋がってて重ねられるんですけど、こうまあやってみます。 やれば分かりやすいかな。僕がドロップっていうライブハウスで去年ライブしたんですけど、その時に初めてやった曲です。ちょっとまあネットではラップって書かれたんですけど、まあ、ラップではないから、ラッパーじゃないし、いつまでたっても前に行けない、いつまでたっても変われない、いつまでたっても、いつまでたっても、いつまでたっても分からない、いつまでたっても向き合えない、いつまでたっても、いつまでたっても、ねえそんなんじゃないよ、分かっているだろう、君は心の声に気づ
けてないだけねえ混乱してるけど怖いだけなんだろう生きていくためには諦めることが多い環境でライブやることもなかったんじゃないですか。ないです。もうだって人が壁のようですよねで実際にこの大階段でのフリーライブ、まあ、初登場ということになりますが、はい、率直な感想を。いや、でもすごいあったかかったんで、はいはいはい、皆さんの反応だったりこう笑顔だったりカメラのカシャカシャだったり、はい、それがすごい心地よかったです。なるほどね。まあそうですよね。皆さんね、しっかりと聞こんできていただいて、ね、お越しいただいている方もいらっしゃいますけども、まあ、尾崎さんといえば、昨年のこの南ホイール、ちょうど1年前になります。昨年の10月10日に登場していただいて、場所はドロップでしたけど、その時の感じっていうと、今でも覚えてます。覚えてますね。あれが、初めてオリジナルを披露したライブだったんですよね。そうですね。もう人来んのかなっていうのが正直なのだったんですあ、やっぱり皆さんそこはね、結構心配、ああもう行ったよっていうね、方もいらっしゃいますが、まあ、今回は、まあ、このフリーライブ登場していただいて、またね、また南ホイールにも入ってきていただきたいなというふうにも思いますけども、まあ、ちょっと心配なのは、さっき自分の iPad で写真撮ってましたけど、はい、うまく撮れてたの大丈夫？多分撮れてました。多分撮れてる。
さっきあのみんなスタッフの方がざわざわしたのは、うん、あのひろやくん後ろ向きで下がっていったからもしかしたら間違ってこけるんじゃねえかっていうのがそれがすごい心配でみんなどうするどうするみたいな感じになったけどもほらほらほらきちんと取れてるきちんと取れてますじゃあこちらはありがとうありがとうそっちそっちあの撮ってくれたみんなじゃなくて、アイパッドにありがとう。もうアイパッドも皆さんも。まあそうですよね。ということでじゃあこれ写真は後ほどインスタとかに上げていただけると。ひろやドット尾崎で検索してください。ぜひ見ていただきたいというふうに思います。じゃああの今後の予定などはですね、またあのオフィシャルホームページでご確認いただけたらというふうに思いますが、はい、さあこの時間たくさんの方集まっていただきました。じゃあ最後に一言メッセージお願いします。そうですね。いや本当。楽しかったです。またやりたいです。まだまだちょっと甘いところもあるんで、そこに甘んじずにあの成長していければなと、ビッグなアーティストになって、またどんどん成長してここに戻ってきて。はい。わかりました。ということで、この時間は尾崎ひろやさんご登場いただきました。ありがとうございました。大きな拍手ください。さあそれではですね、皆さんにお願いがあります。今のここね、すごいたくさんの方がいらっしゃいますんで、とりあえず今皆さんその場で座ったままでちょっと待っといて、今から係の者が皆さんを順に退場させていただきますんで、今パッて立ったら多分大変なことになるんで、そこだけよろしくお願いします。まだ立たないでくださいね。じゃあ今日いよいよ南ホイール3日目です。最後まで楽しんでいきましょう。この時間の MC は平野聡でした。ありがとうございました。降りろ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 降り